視覚確認書は上手に使ってくる。ちゃんと紙に書いて、はい、皆さんこんにちは。12月2日で紙の健康保険証が廃止になるということが法律で決まっています。でもですね、今の健康保険証という名前が廃止になるだけで、紙の保険証しか持ってない人はそのままにしておいて大丈夫です。資格確認書というですね、今までの健康保険証と全く同じ体裁の保険証が自動的に送ってきます。だから紙の保険証の人は何もしなくていいです。で、マイナ保険証と紙の保険証と2種類を持っていらっしゃる方で、マイナ保険証をこのまま使うよという人は、まあ、マイナ保険証を使ってください。紙の保険証の方が私便利だと思うわと、その方がいいよという、紙の保険証の方がいいよという方はマイナ保険証の保険証機能を解除してください。で、じゃあどうやって解除するのかというのは、自分が住んでいる町の役所役場にですね、の担当者に、保険証機能を、マイナ保険証の保険証機能を解除してくれということを申し出てください。国民健康保険の方で、会社の健康保険組合に入ってらっしゃる方は会社の健康保険組合に申し出てください。で、中小企業の方々は協会、憲法ですから協会憲法に申し出ていただくということですね。とにかく、マイナンバーカードの保険証機能を解除すれば、資格確認書が自動的に送ってくるということになりますから、ちゃんと紙の保険証で、保険診療は受けられるということになるので、安心してください。で、最も簡単なのはマイナンバーカードを返却することです。もうマイナンバーカードいりませんと、持っててもしょうがないもんということでですね、マイナンバーカードを返却するという方法もございますので、合わせて申し上げておきたいというふうに思います。